皆さんこんにちは、黒マナです。今回は2022年発売の忘れられなかったスニーカーを購入してみたです。よろしくお願いします。はい、年初一発目はまさかのプレネでのスニーカー購入でした。去年の振り返り動画を撮って、もう2022年は締めくくりって思ってたんですけどね、購入に至ってしまった原因は明確にね、3つあります。1つ目の原因はお餅。皆さんはお餅どのように食べるのが一番お好みでしょうか？私はね、ぜんざい。なんとね、買ってきたお餅がなくなるまで全部ぜんざいで食べちゃいました。でね、ぜんざいを食べるたびに連想されるわけですよ、そのスニーカーが。はい、そして二つ目はね、今年2023年に入ってから私のね、感覚にビビッとくるようなスニーカーのリリースが、まあ、なかなかなかったっていうことですね。まあ、先月というか、まあ、2022年の年末あたりですね、熱いスニーカー目白押しやったじゃないですか。その反動で、まあ、寂しさを感じてたんでしょうね。そして三つ目はフェイクバスターズさんにお声掛けいただいたからです。フェイクバスターズさんといえば、心眼鑑定で一ちゃん信頼できる会社っていうことでですね、皆さん結構利用されてるんじゃないかなとは思うんですけれど、アプリをローンチされたっていうことで、そのアプリの紹介を私めにね、お声掛けくださいまして、いや、すごくない？え、だってフェイクバスターズさんってスニダン、ラクマ、マギブリングみたいな大手サイトと心眼鑑定で提携されてるじゃないですか。いや、もうそんな会社からのご依頼なんて恐れ多すぎるんですよね。そしてなんとね、今回フェイクバスターズさんの方から皆様にプレゼント企画もご用意いただきまして、いや、もう本当にありがとうございます。ということでよ、私去年にじれずでスニーカー買ってませんので、心眼鑑定をねするためにね、スニーカー買わなあかんやろっていうことで、こちらナイキとアマニエルコラボのエアジョーダン4バイオレットオレを購入いたしました。イエーイ。今回アマニエルコラボのスニーカー初めてのお出迎えです。こちらのスニーカーに関しては、よしや足含めいろいろ言いたいことあるんですけれど、今回の動画に関しましては皆さんにね、今喜んでいただけるであろう企画のご説明を交えながら、アプリの紹介をね、ちょっとメインにさせていただければと思いますので、ぜひね、引き続きご覧いただければと思います。はい、こちらのアプリからはクイック鑑定とコンプリート鑑定の申し込みができます。まずクイック鑑定に関しては、自宅にいながら写真をね、送るだけで鑑定いただけるという、そういった簡易的な鑑定です。二つ目がコンプリート鑑定。こちらはですね、実際にこの現物を送って、そして見ていただくという、もうガチの鑑定の方となります。はい。で、今回私こちらですね、ちょっと名前は伏せるんですけれども、某フリマサイトで購入しておりまして、一応ね、黒タグ付きではあるので、正規品かなとは思うんですけれど、では実際見ていきましょう。まずクイック鑑定。スニーカーズアパレルアクセサリーズっていうことでですね、あ、もう写真だけでもアパレルとかも鑑定してもらえるんや。はい、そんな感じみたいです。で、今回私スニーカーなんですけど、スニーカーの写真での鑑定料は550円です。はい、ではナイキスニーカーズで今回ジョーダン4で、この画面でですね、商品の詳しい情報の入力と、あと商品画像の添付が必要のようなので、まあ、ちょっと入力とか終わらせようと思います。入力とね、撮影と終えたんですけれど、このアプリね、すごい使いやすいです。この撮影する箇所に関して、何をね、撮影してほしいかっていうのがちゃんと説明書きがね、あるんですよね。で、このね、ボタンを押すだけでフラッシュの切り替えとかもできるんで、非常にね、撮りやすかったです。はい、で、このクイック鑑定に関しては、依頼後ね、48時間以内にフェイクかどうかの認定をね、出していただけるようです。まあ、ちょっとこちらに関しては待ちたいと思います。そして引き続きコンプリート鑑定の方も依頼していきます。先ほどと同じでスニーカーを選択して各種必要事項を入力します。
あ、で注意事項出てきたんですけれど、コンプリート鑑定に関しては日本在住じゃないといけないっていうことでですね、新品で箱付きじゃないといけないみたいですね。一応中古でもいけるんですけれど、鑑定不能っていう結果になるかもしれないっていうことだけご了承くださいっていうことが書かれてます。次いきます。おお、おしゃれすぎるやろ。コンプリート鑑定キットすり替え、そっか、そういうことか。だから私がここで依頼をかけたら、まずコンプリート鑑定キットが来て、そっから郵送しに行って、で鑑定してもらって、そして帰ってくるっていう、そういう流れになるので、はい、全て入力終わったんですけれど、あと注意点が主に2点ありまして、まず1点目が送料がこちら側負担ということです。なので鑑定料に加えて送料もかかるので、だいたい5000円ぐらいになるんじゃないかなと思います。で、あともう1点、こちらが商品を発送してから最大手元に戻ってくるまで7日間ぐらいかかる可能性があるようです。はい、そんな感じです。はい、2種類のね、鑑定の依頼終わりました。コンプリート鑑定に関しては文字入力するだけで終わりやったんで、まあこれからね、キットが送られてきてそれを送り返すっていうようなことはね、必要になるんですけれど、非常にね、スムーズに鑑定の依頼を出すことができました。うん、私のこの買ったスニーカーは本物なのだろうかっていうような気持ちもちょっと芽生えてきましてね。これ偽物やったらほんま二次流通買うの嫌なるぞ。はい、どうも。1月の31日に依頼を出したんですけれど、今日は2月の3日っていうことで、3日後にね、こういった郵送物が届いてました。これがね、鑑定キットなんでしょうけど、開けていきます。こちらがコンプリート鑑定キットです。はい、すり替え防止タグにね、サインが必要だったので書きました。ちょっと汚すぎ。はい、じゃあこれつけていきます。いいのかな。え、外れないの？すごいすごいすごい。これね、一回こう通したら、きつくする方には動くんですけど、こっち側にね、動かないようになってる。そうなんや。はい、じゃあこっちも反対側もつけます。折れそう。これ絶対失敗やろ。大丈夫？はい、タグね、つけたんですけれど、こんな付け方で合ってんのかな。こんな感じです。どうも。今日はね、2月の8日っていうことで、発送してから5日経ちました。ということで、もう結果がね、気になりすぎるので、もう早速開けていきたいと思います。これね、もうもし偽物やったら、私もう二度と二次流通で買わん。すごい、これちゃんとね、手バレ物注意とか、まあ、カッター現金だとか、そういったシールをね、ちゃんと貼ってくださってます。ありがたいですね。あ、もう見ちゃった。もう結果見ちゃったんですけど、はい、開けたらもうすぐ何、あの鑑定結果の紙入ってます。はい、まずシールでしょ。バーン、正規品でした。いや、よかったー。もう高いお金払って偽物やったらもうやってられませんのでね。ほんまよかったー。おー、いや、この鑑定書なんかすごいよ。まずね、紙質、あの症状みたいな感じで、結構分厚いしっかりとした紙で作られていて、でなおかつこのシール、この鑑定書がね、偽造されないように偽造防止のね、シールが貼られてますね。いやー、もうこれはね、もう正規品と安心していいんじゃないでしょうか。いや、なんかのね、記事で見たんですけれど、鑑定士さん60名ぐらいいらっしゃってて、でまあ世界トップレベルのね、鑑定チームということらしいんですけれど、さらにね、まあ、AI での鑑定の開発もされててっていうことで、もうこれで正規品やと安心しきっていいんじゃないでしょうか。ちなみに一緒に依頼したクイック鑑定、あちらに関しては次の日にはね、正規品ということでご連絡いただいてました。まあただ、まあ、写真でのね、鑑定でしたので、まあ写真とね、実物っていろいろ違うじゃないですか。なのでより精度の高いコンプリート鑑定の結果、もう正規品というね、ご連絡いただきましたので、もう私は満足です。
はい、今回初めてこういった鑑定サービス利用させていただいたんですけれど、もう安心を買ったっていう感じですね。過去にこれよりも高いスニーカー買ってるんですけれど、ほんまに本物なんかなって、まあ、ちょっともやってしながら履いてるスニーカーもあるので、高いお金払った時こそ、まあ、こういった鑑定挟んだ方がいいなって思いました。いや、もやもやしながら履くん嫌やし、早い段階で偽物って分かった場合は返金対応とかしてもらえるかもしれへんしね。まあ、今回自分的にねめちゃめちゃ安心できたので、まあ、また次二次流通で買うことがあれば今後はね鑑定しようと思いました。フェイクバスターズさんはスニーカーだけじゃなくて本当にねいろんなものの鑑定をされてます。こんな感じ、ユニクロまであるからね。ということで、スニーカーに限らずこれ本物っていうタイミングがあればフェイクバスターズさんに依頼してみられるのはいかがでしょうか。そして結局ね、最後になっちゃったんですけど、プレゼント企画、この度フェイクバスターズさんがアプリローンチ記念でこのスニーカーとね同じものをご用意くださいました。参加方法はまずね、フェイクバスターズさんと私のインスタのフォローをお願いします。そして概要欄にリンクを貼っておきますので、リンクからフェイクバスターズさんのアプリのダウンロードをお願いします。で、アプリ内にフェイクバスターズラッフルっていう場所があるんですけれど、そこにですね2月11日から私のね特設ページができます。そこから応募フォームに記入いただきましてご参加をお願いします。まあ、私とねお揃いのスニーカーが当たるっていうことなので、まあ、できればね私の動画を見てくださってる方に当たってほしいなと思ってます。当たりましたっていうねコメントが見れるのを楽しみに待っております。はい、ということでちょっと長くなってしまったんですけど、今回の動画は以上です。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあねー。